ではですね、今ので一章が終わったことになります。今ので一章が終わったことになります。一章はね、一章も50ページぐらいあったんだけど、66ページか。あれも入れて、演習も入れると66ページあって、まあまあ長いんですが、まあこれでいいですね。今日は情報量の話ね。情報量。で、まあ、情報量の話だけでも一回かかるもんですが、まあいいでしょう。で、2章に次から入っていきます。2章のスライドね。2章のスライド。今度は確率分布、プロバビリティディストリビューションって話ですね。特にこれベースのための、いうふうに言っといた方がいいですかね。ちょっと技術的な話が、あって、積分とかね、ガウス積分と、後ろの方ガウス積分とか、ちょっと難しいのが、難しいというか、慣れが必要なのがあって、いうところがあるんですが、考え方はそんなに難しくないです。事前分布とライクリフットと、事前分布ね、プライヤーと、誘導、ライクリフット、そして事後分布、ポステリアと、ベイズの定理っていうのは、プライヤーとライクリフットが与えられれば、ポステリア、事後分布が計算できるっていうのが、ベイズの定理でしたね。そうすると、ベイズの考え方として、何回も繰り返していって、プライヤー、そうかな、ど、その、こうかな。こういう、ちょっと概念的な話。これちょっと、この本、いい本なんですが、ちょっと、最初から、二項分布とか言ってしまうので、わかりにくいっちゃわかりにくい。何が言いたい、何をやりたいかというと、まあ、動機づけですね。いいの。2の、プロバビリティディストリビューションなんですね。用語ね、ベイズの定理で、ベイズのテオリーで、用語を使うと、復習すると、ベイズテオリーね。用語を定義すると、どうしようかな。E の、どうぞ、P の X。X というのがなんか我々の知らない確率変数で、それをプライヤーにしましょうか。プライヤーね。それで、ライクリフットが P のデータが与えられたとき、データ X。これがライクリフット。それで、ポステリアっていうのが P の X の2分 D の、これがポステリアね。はい。いいですかね。X っていうのが知らない変数だとしましょう。なんか推定している量。で、D っていうのはなんか観測量。ね。で、X っていうのがなんか我々何にしようかな。じゃあ何にしようかな。ちょっと待ってね。X っていうのが、まあ何にしようか。何しようね。何を推定したいか。何を推定したいか。何にしようかな。どうしようか。まあ、ちょっと、あまりいい例かどうかわかんないけど、太陽の黒点の数を X として、我々はそれを推定したい。で、黒点の数っていうのはどれぐらいかっていうのが、なんか、あらかじめ、だいたい毎年これぐらいありますよっていうのが、なんか事前分布として、PX としてあった。それで D っていうのが、その太陽の明るさ。黒点が多くなると暗くなるし、黒点が少ないと明るいですよね。そうすると、黒点の数が与えられたときに、与えられ、あの、太陽の明るさっていうのは出てきますよね。まあ、数えられることも数えられない。そうすると、まあ、この、ね、これね、そうしたときに、そうしたときに我々はデータが与えられた。太陽の明るさが与えられたときに黒点の数を推定しようというもの。で、もともと我々は、プライヤーとして、ベイズの考え方として、P の、X、黒点の数はこうですよっていうような、
事前分布が、なんか、事前知識というか、我々はだから、データを得る前に、こういう事前分布があって、黒点の数っていうのは大体このぐらいの値の範囲に入ってますよっていうような事前知識がある。そこで実験をしてみました。観測をしてみると、ここに観測データ、もしくはオブザベーションね、オブザベーション。D というデータが入ってきたときね。D というデータが入ってきたときにと、そうすると、ここで、我々は、P の、D の X、ライクリフットっていうのを計算です。ライクリフットを計算できて、黒点の数がいくつだったら、黒点の数が多かったら、明るさが、黒点が多かったら、明るさが、この D が暗くなって、黒点の数が少なければ D が大きくなって明るくなる。で、これは、X を仮定したときの、X っていうが、黒点の数が与えられたときの、そのデータが、得られる確率ですよね。ね。そうすると、ここからポステリアっていうのを計算する。そうすると、これは P の、我々知りたいのは、X の分布、データが与えられた。今までだから、これは、データが与えられてない時の、一般的に黒点の数はこれぐらいの値の範囲にありますよっていう事前ですね。で、今特定のデータが与えられたら黒点の数はいくかっていう、我々与えられた時にその知識が変わるわけですね。それがポステリアになっていて、それは、P の D で割っていて、これが P の D の X の P の X。これベイズの定理ね。それで、この分母は周辺分布なので、これは x の2分の p の d の x のプライムの p の x プライムの p の d の x の。まあ、分母はちょっと、これ、和を取って、x です。和を取ってね、これ x プライムが消えるわけですね。ちょっとちっちゃいこといいかな。そうすると、この式何書いたかっていうと、この誘導関数と事前分布が分かれば、事後分布が分かるって言ってるのね。計算できるって言ってるのね。これちょっと後で、整理したらいいんだけど、ね。事前分布と誘導が分かれば、事後分布が計算できるのはベースの定理。いいですか？で、もう一回ね、ちょっと、整理すると、プライアっていうのは我々が実験やる前に持っていた知識でしょ？で、これは、黒点が与えられたときに、黒点の数が与えられたときに、明るさはどう変化しますかっていう、これを生成モデルという。データがどうやって生成される。X という原因が与えられたときに、データ D がどういうふうに生まれますかっていう生成モデルという。ね、生成過程、データの生成過程なんです。で、我々がしたいのはその逆で、これを推論と言います。データが与えられたときに、我々の知らない X の黒点の数を推定しましょう。これは、データの生成の生成過程。生成過程。過程。これを、ちょっと特殊な用語で、ジェネラティブモデルと言いますね。ジェネラティブモデル。生成するモデルっていう意味ですね。ジェネラティブモデル。で、こっちは、用語は、やりたいことは、このデータの生成、生成じゃなくて、データが与えられたときに原因を推定するんです。推論ですね、こっちは。推論。で、インフェレ。ベイズの定理の言ってることは、ベイズの定理ってなんかこの前、同時分布と条件付き確率から、一行で出せるような、これの B と X、入れ替えればいいような感じですぐできたじゃないですか。そうすると、これを考えると、だけど深いことを言っていて、推論をするためには、我々が結果から原因を推定するためには、結果から、あれ？原因から結果がどう出てきたかの過程を知らないといけないし、原因がどれぐらいあり得るかっていうのも知らないと。
その、どう出てきたかを知っていけば、逆に推測ができますよ。その、観測データが、どう生成されたかっていう過程を知っていれば、まあもちろんその、事前文法必要なんだけど、推論ができますよっていうのはベースの定理ですね。だからベースの定理っていうのは、単にこう同時確率の書き換えで書いたでしょ、この前。で、とっても、簡単っていうか、単純な話なんだけど、中学生でも、まあ基本的にわかるような式なんだけど、言ってることはとっても深くて、推論をするためには、そのデータがどう生成されたかを知らないといけないんですよ。ね。いいですか？で、いいですかね。で、これからやる話というのは、この、例えば、例えばというか、データがね、1回目 D1 っていうのが得られる。D2、次に D2 というのが得られる。D3 っていうのが得られる。D4 っていうのが得られる。まあ、いくつでもいいや。こう、シークエンシャルに得られる。そうすると、今の話だと、TX のっていうのが最初にあって、D1 っていうのがあると、T の、X の D1 っていうのが生産できますっていうのはこの話でしたね。こう、D1 っていうの、これね、これ D1、一番目のやつ D1 です。そうすると、今度は1日目測定できたらこれでした。で、2日目測定したら D2 が得られました。そうすると、今度は P の X の D1、D2。ね。そうすると、これというのは、P の、D2 の X の P の X の、D1 か。D1 の、これは P の D1 の D2。これ何を言ってるかっていうと、この PX がここが今、これがデータの項で、ライクリフットの項で、これが、プライヤーの項でしたね。今度これになると、今度これさっき、これ、ここから見るとポステリアになってるんだけど、今度 D2 のデータに対しては、プライヤーになってる。事前知識になってる。D1 に入ってないからプライヤーになってるわけですね。そうすると、これは、ここのところのプライヤーが、事前分布がここに入っていて、ここが誘導になってる。大丈夫？だから、これ、この、こ、こ、今、こ、これが、これに対してこれはポステリアなんだけど、これに対してこれはプライヤーになってるわけですね。D2 を求める前の D1 だ。D2 を求める前の分布だから。そうすると D2 を求めた時の事後分布はこれになるわけでしょ？それで今度 D3 が入ったら、ちょっとこう D3 が入ったら、今度は P の X の D1、D2、D3 っていうのがあって、これは、P の、D3 の X の P の X の D1、D2、P の D1、D2、D3。分母は、D に関係、こういうの考えるときにね、我々知りたいのは X じゃないですか。X に対する分布だから、この分母っていうのは、X が入ってないから、単にノーマライゼーションのファクターなので、気にしなくていいわけだよね。X に対する関数はここだけでしょ。分子に関係入ってなくて、分母は単にそれ、全体の、確率が1になるように比較化してんだから、これは、これ、ここは引かなくていいわけね。考えなくていいわけね。計算するときに。この分子だけ考えればいいと思う。ね、分子はだからこの、この、事前分布と、ライクリフット。で、今度これが出てきた、これに対しての、これに対してこれは事後分布なんだけど、これは、次のこれに対しては事前分布になるわけです。これは D3 を入れる前の、事前分布でしょ。もしくは D2 を入れた後の事後分布とも思えるけど、D3 を入れた後の、D3 を入れる前の事前分布と思っていいよね。そうすると、D3 を入れる前には、ここに事前分布が来て、ライクリですよ。ね。いいですか？そうすると、何言ってるかっていうと、ベースのいいところっていうのは、
実験を繰り返していって、我々の知識が、そのデータを一つ加えることによって、どれだけ我々の知識が、改善されていくかというのを、システマティックに記述できるわけですね。最初だから、こうあったとすると、TX がこうだったとすると、なんかこうぼんやりして広がっていたのが、1個のデータが入ると、なんか、多分きっとここら辺の値かな、みたいにちょっと狭くなっていって、で、もう1個入ると、今これを超えてるの。で、このポステリアは、2個入ると、こう、もうちょっと尖がっていって、それで、3個入ると、この分布っていうのはどん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 尖がっていって、みたいなのが、想像できますよね。だから、最初我々がこう、黒点の数っていうのは何も知らなければ、例えば、10個から1000個まで変動がある。だけど、この明るさを見ると、多分、なんか、50個から200個の間かな、みたいな風になるし、こんなのともっと100から150かな、と。そうするとこれだいたいピークは125だね、みたいな風なのが、どんどんやっていくとピークが高くなっていくじゃない。のが期待できますよね。実験やってデータを貯めていけば、我々はどんどんだからその X に対しての、知識が増えていくわけです。ね。だからベイズが、こういう、我々の知識がどれだけ良くなったかって、も、あのー、前回かな。前回、一回目の授業で、ベイズっていうのは、確率分布というのを、我々の、知識をモデル化したものだって言いましたね。我々が知らない X でもともと黒点の数って知らないわけですよ。これぐらいの知識、データだけでぼんやりしか知らないのが、データがあれば、どん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 その知識が不確実性が減っていって、知識がどんどんエントロピーが減っていくって言ってもいいけど、どん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 なんかある特定、ある、どん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 真、まあ真の値があるかどうか、真の確率分布に近づいていくわけです。ということは、これデータをどんどん増やしていけば、我々の知識が、元々のぼんやりしたものに比べて良くなっていくというか、より確信を持てるものに、収束するじゃないですか。ね。これがベイズの考えだ。ね。だからベイズっていうのは、これは、頻度の考え方とは違いますよね。実際やって何回出たっていうことはわからなくて、我々、この場合はベイズの考え方で、X に対して我々はどれだけ知ってるか知らないかをモデル化したものですね。いいですかね。だから、この前、ベイジアンとフリクエンティストは違う、考え方が、確率分布の考え方が違うっていうんですけど、フリクエンティストはやった回数で確率を定義。サイコロ振ってみて確率を定義。だけど、ベイジアンはそうじゃなくて、ベイジアンの人は確率分布っていうのは、我々の知らなさ度合いをモデル化してるわけですね。これで多少フリクエンティストとベイジアンの違いっていうのがわかるかなと思うんだけど。で、そうするとですよ。ここでやるのはどういうことかというと、P の X、これがプライヤー、もう一回書くとプライヤー。ね。それが、ライクリフット。P の、D の X。というライクリフットがデータが与えられる、もしくはライクリフットの関数が与えられる、データが与えられる、もしくはライクリフットの関数が与えられると、P の XD というポステリアが計算できますよっていうのがページでしたね。これを繰り返していく、これを繰り返していくっていうのが話だったんだけど、じゃあ、プライヤーのか、あの、ベースでね、必ず文句を言われるのが、プライヤーって、次元分布の形って、関数形って、プライヤーの形って知らないんだからどうやってモデル化するんだ。そこになんか実験者の恣意性が入るじゃないか。っていうことは必ず言われます。それは確かにその通り。だけども、データが増えていけば、その恣意性は、これを見ていけば、ベージャンで、データが増えていけば、データが増えていけば、この最初の形にの木を、で、これに、ライクリフットをかけて、これを計算する。ライクリフットをかけて計算する。ってなると、
最終的にこれを何回も繰り返すデータがたくさんあれば、最初のこの形というのにそんなに寄らなくなります。ね。だから、これの寄与よりもデータが100個もあったら、そのデータの方の寄与が強くなるわけですね。だから、恣意性はどんどん減ります。データがたくさんあったら、恣意性が減ります。ね。なんで、レイズに恣意性があるっていうのはそれはそうですけども、データがたくさんあるときにはその恣意性の寄与は少なくなる。ので、そんなに気にしなくていい。で、今、これからやるのは、ライクリフッドの形が与えられたとき、最初はなんだっけ、二項分布やるのかな。バイナリー、ベヌリディストリビューションやるのかな。それと、あと、マルチノミアルディストリビューションやって終わりくらいかなっていうのは、ちょっとガウシアンがありますけどね。あるんだけど、これを何回も繰り返すと、これこうあって、これで、これをもう一回プライヤーと思って、今度は、この P の X の D プライムっていうデータがあったとすると、逆か。D プライム、P の D プライムの X っていうのがあったとすると、今度は、もう一個ポステリアとして P の X の D の D プライムというのが得られて、それでどんどん続いていくって話をしましたけど、これ何回も繰り返していくと、プライヤーとポステリアの関数形が同じになるように、ライクリフッドが与えられたときに、まずライクリフッドが与えられたときに、プライヤーとポステリアの関数形が同じになると、もう一回同じ計算ができるじゃない。関数形が戻ると、また同じ計算を繰り返すだけでしょ。この、一般にプライヤーとポステリアの関数形は違うんだけど、プライヤーとポステリアの関数形が同じになるように選ぶっていうのが、一つや、そうすると同じ計算をすればいいよね。同じ関数形が出てくるから。一般にこれとプライヤーとポステリアの関数形は違うんだけど、同じな、関数形が同じであれば、ここからここの計算、ここからここの計算、同じになるじゃないですか。そうすると、計算が楽になる。で、それを、ライクリフッド。と、P の DX が与えられたとき、プライヤー、P の X と、ポステリア。ここは、P の、X 微分 D か。が、同じ関数形。となるように、PX を選ぶ。を選ぶ。これは選ぶんですね。数学的に、扱いやすいからというですね。PX を選ぶ。この PX を、コンジュゲートプライヤー。コンジュゲートプライヤーと呼ぶ。と呼ぶ。日本語でなんじゃない？強力。じゃあ、僕日本の方読んでないから全然わかんないんだけど、コンジュゲートプライヤーと呼ぶ。日本語はググって後で教えてください。僕は日本語知りません。あ、英語の本とか、数学の本とか英語で読んだ方が早いですよ。強約、なんて言うんだっけ？小役にちょっとググってくれる？コンジュゲートプライヤーって日本語でなんて言うんだ？日本語を知らないんです。ようやく、自然分布っていうのかな。まあ、そうだね。ようやくだね。コンジュネーようやく自然分布。あ、それでいいのか。ようやく自然分布でそのままでいいんですね。はい。だそうです。日本語が知らない。でも、日本語分かっても、中身が分かんないとダメですからね。ここまででいいですか？何をやりたいか。それで、じゃあ、この二項分布、これかね？ここか、ライクリフットが、二項分布の時に、プライヤーはどう取るべきか。これが、マルチノミアルの時に、プライヤーはどうあるべきか。ガウシアンの時に、プライヤーはどうあるべきかっていうのを、一個一個見ていきます。
ここまでです。ここがなんか考え方。ベイズの時の考え方です。まあ、ノートはまた、これビデオとか公開してみたい？見ないよね。まあ、YouTube に多分気が向いたら OK と思いますけど。ここまで、いいですか？じゃあ、このスライドに行きましょスライドに行って、そうね、ちょっと待ってね、スライド。何時前だっけ？じゃあ、プロバビリティディストリビューションの話をいきますね。多分今日は、ここら辺の話ですね。日変数、バイナリーバリアブルの、これベヌーリの、ベルヌーか、ベルヌーイの、分布の話。あと、多項分布って言うんだっけ？これ、マルチノミアル、分布の話、マルチノミアルディストリビューションの話で、その事前分布が、ディリクレ分布になるという話ですね。で、まあ、名前を聞いたことないですけど、それ、名前はびっくりすることなくて、そんなに難しいことは言いません。で、一応お話を言うと、いろん、あの、確率分布っていうのは、いろいろあります。もちろん、いろいろあるんだけど、物理とか、の現象とか、いろんなものを、モデル化する。よくサイコロ振って表裏に出るとか、それが、ベルヌーイ分布ですね。で、多項分布の場合には、じゃあ、サイコロを何枚も振って、それで、その表が何枚の確率はいくつとか、そういうのやりますよね。これが、とか、で、連続値だったらガウシアンを使うとか、あとは、放射性元素だったら指数分布を使うとか、あと、経済学ではワイブル分布を使うとか、なんかそういう、少数のパラメーターで記述できるようで、それでいて、応用範囲が広いような確率分布っていうのが結構あるわけですね。それをいくつか学びましょうと。ね。なんで、ここでやるのが、主にというか、いっぱいあるんだけども、二項分布と、ベルヌーイ分布と、多項分布と、ガウシアンをやりましょう。ガウシアンは、一変数の場合と多変数の場合をやりましょう。で、なんで分布を考えるかっていうと、電子キーエスティメーションって言って、まあ、いくつかの、例えば、サンプルがあったときに、サンプルがこうあった。例えば、身長の分布があったとしましょうと。それは、まあ、100人のデータがあったとしたときに、それをガウシアンでフィットしようとしたら、その100人のデータがあったときに、これ大体なんか身長の分布とか、性的の分布とか、こうやってガウシアンになりますね。ガウシアンの分布になってる。そうしたときに、そのガウシアンの分布で、偏差値な、いくつ、なんぼ、50とかなんぼとかっていうのは、あれ、正規分布を仮定してるわけですよね。で、それで、ガウシアンであれば、平均値と、標準偏差、もしくは分散が分かれば、分布が決まるじゃないですか。分布っていうのは関数だから、いくらでも自由度が高い、ぐにゃぐにゃってしたのが書けるわけですよ。だけども、それを推定しなさいっていうのは難しいから、一般に難しいので、ガウシアンだったら、分布を推定しろっていうのが、2個のパラメータを推定しろっていうのと同じ問題になりますね。そういうふうなことができる。で、それをパラメトリックモデルといって、分布を決めるのに、いくつかの、少数のパラメータを使って、分布の、形を決めましょうと。で、その離散の場合には、二項分布とか、多項分布とかですね、バイノミアルとかマルチノミアル分布というのがある。で、連続の場合には、ガウシャン分布がある。それで今言ったように、コンジュゲートプライヤーというのがある。で、ですね、この、二項分布、多項分布、ガウシアンを含んで、いろんな、
教科書に出てくる分布の形っていうのは指数関数属、指数属かな、指数属、エクスポネンシャルファミリーという、形で書けることが知られて、その一般論みたいなやつですね。このいろんな分布の一般論みたいなのを指数関数の、指数属という形、特定の形をしている。特定なんだけど、かなり広いものを、記述できる分布の形を指数分布属と言いますね。その指数属の、一般論をちょっと言います。で、ここら辺はパラメトリックモデルといって、パラメータを、いくつかのパラメータで分布が規定される話をします。で、ノンパラメトリックっていうのはパラメータがなくて分布を規定しようということで、まあ、ヒストグラムなんていうのはノンパラメトリックですよね。ヒストグラムっていうのは別に、その、ガウシアンの平均値とか、分散みたいなのを仮定せずに、ある値の中に入ったら、それは区別せずに、箱に入ったものと思いなさいってことですよね。それでヒストグラム書いて、いっぱいあれば高くて、少ししかなければちょこっと書けっていうのが、ヒストグラムじゃないですか。で、それを、まあ、そうなのね。それをもうちょっと、ヒストグラムだとガタガタするというか、不連続なので、それをもうちょっと、ガウシアンのカーネルでやりましょうみたいなのが、ヒストグラムと今、カーネルの方法とか、ニアレストネイバーの方法とかありますけど、それを使って、特定の分布を仮定せずに、特定のパラメトリックな分布を仮定せずに、確率密度を推定しましょうという話をして終わると思うんですが、多分まあ、ここの、どこだろうね。二項分布と、多項分布ぐらいやって終わるんじゃないかな。ガウシアンは来週ぐらいじゃないかなと思います。で、何度も言いますが、数式って見てるだけじゃわからないので、教科書も渡してるので、まあ予習復習しといてください。で、その上で質問に来れば、数式変形とかは答えます。で、ここに書いてあって、まとめていて、コンジュゲートプライヤーの話が、結構長いんですね。コンジュゲートプライヤーの話がセクションの 2.1 から 2.3.6 までずっとあっていて、ここのところね、二項分布と多項分布のところはさらっと済むんですが、ガウシアンのところはちょっと長めになっていて、後ろの方は結構計算がヘビーです。ので、来週次回に回しましょう。まあ、多分ここら辺をやって、あと30分ちょっと40分ぐらいだから終わるんじゃないかなと思いますね。では、まずこれね、バイナリーのバリアブルのベータディストリビューションというのをやっていきます。で、これ、ベルヌーイ分布って、やりましたね。大丈夫？大丈夫って、高校生みたいな話ですね。やります、大丈夫ですっていうかね、高校生みたい、高校生くらいでやるよね。だから、表が出る確率が μ で、裏が出る確率が1引く μ なんです。それをもうちょっとむず、それっぽく書くと、ニューというのが我々、これ、今までの言葉で言うと、ライクリフットになっています。ニューというのが、この、僕の持ってるコインの表が出る確率。それがミュー。でも、僕はこのコインが、表が出るか、裏が出るか確率知らないわけですよね。ね。で、だからこれは、さっきのやつで言うと、知らない変数の。その知らない変数が与えられたときに、x っていうのが我々の今の観測データです。一回投げてみたら、表が出たら1、裏が出たら0。表が出て1だったら、ここが1になって、ここが0になるから、これ μ になるよね。で、裏が出たら、ここが0になって、ここが1になるから、1引く μ になるよね。この式というのは、μ という我々の知らない確率、知らない、パラメータが与えられたとしましょう。その時に表が出る、裏で、表が出る、もしくは裏が出る確率を書いているのが、この、ベルヌーイ分布だ。これいいね。で、いいですかね。それで、ちょっとこれ、ノーテーションをちゃんと書かなかったな。D っていうのが、N 回振った時の0、1のシークエンスになった。そうすると、X の1、D、ごめんなさい、書かなかったんだけど、適当なので、喉つくの大変なので、データの、これが、
x の1、x の2、x の3、n 回振った時の1、0の値が与えられたのか、それ d だとしましょう。そうすると、これは、1回目に振るのと、2回目に振るのと、3回目に振るの、n 回振ったのはそれぞれ独立だから、掛け算すればいいよね。1回目に振った時の μ が与えられた時に、1回目が出る、1回、x1 が出る確率、x2 が出る確率、x3 が出る確率。それは、n 回振るじゃないですか。それで、1回目と2回目って独立の事象だよね。コイン投げると、コインが、割れたりしなければ。ね。そうすると、独立なので、これ、掛け算になりますね。そうすると、これは、これの x の掛け算になる。ね。で、μ を最大にする方法。あ、μ はパラメーターですね。μ をパラメーターで、これは、ライクリフトの関数、誘導関数じゃないですか。誘導関数を最大にするようなデータが、この x っていうのは我々数字知ってるわけですね。1、0で。なんか知らんけど、0、1だけど、サイコロ振って出てきた数字を並べりゃいいわけですね。で、μ っていうのは知らないんだけど、これの μ というパラメータを最大にしたいとすると、この μ という値を決めたいとすると、一つには最優方法っていうのがあって、誘導を最大にする方法。最優方法って聞いたことある？ね。最優法ってあるでしょ。これ誘導を最大にするのを最優法って言うでしょ。このログを、まあ、ログを取らなくてもいいんだけど、ログがと、あの、この、指数があるので、ログが取ると、計算が簡単になるっていうだけですね。ログっていうのは単調増加なので、p のこの確率を最大化するっていうのは、ログ p を最大化することと一緒ですよね。単調増加だから。ね。で、これを、ログを取って、ログを取って、この、これの、これのログを取って、そうするとログを取ると、このログはこれになる。最初の項はこれになる。で、この項のログになるとこれになる。ね。で、掛け算は和になる。ね。ログだからいいよね。それで、これで μ で微分して、それでちょっと、落ち着いて、これ、そんなに難しくないから、高校と一緒ですね。μ で微分します。それで、イコール0にして、これを μ で微分したもの、イコール0にして、μ について整理して解いてあげると、μ というのは、これになります。で、これって直感的でしょ？n 回サイコロ、コインを投げたときに、これ、1が表が出た回数か、か、時で、0が、裏が出た時なので、これは表が出た回数ですよね。表が出、n 回のうち表が出た回数を、この、xn の和にとる。で、それを n で割ってるんですから、これは、フリークエンティストになってるわけですよね。n で、回数で出た数を割ってる。ね。OK ですか？で、こういうふうに決めることもできる。で、ベイジアンの場合にはどうするかというと、そっか、二項分布。これは、ベルヌーイディストリビューションの1回しか投げてないんだけど、何回か投げて、n 回を投げて、表が m 回出る確率っていうのは、この確率かける場合の数かけないといけないですよね。何回目に、表が、n 個あったときに、n 個のうちに、表が何番目に出てもいいわけだから。だから、これ、n チューズ m になりますよね。ここはいいですか？ね。これは、高校でやる？この記号は高校でやる？この記号わかる？皆さん C って書くんだっけ？これは使ったことない？これ意味わかる？ N チューズ C、M と一緒ですね。だけど、これ使う？高校では NCM って書くの？あ、そうなんだ。そっちの方が高校皆さん習うんですね。これの意味もわかる？人による？一応言うか。一応だから、授業なの。N チューズ M と N チューズ M って言ってわかる？これは、この記号は一緒だっていうのは知ってる？あ、すごい、ほんと。あら、これやらないんだ。いや、ね、じゃあ、まあ、書かなくてもいいけど、こうやって、N 個のうち、M 個が表に出たと、表を黒にしますが、この M 個が、
M 個あったとしましょう。で、M 個表に出るっていう確率、倍の数っていうのは、N チューズ M。これだから、英語で言うと、N チューズ M と読みます。ね。で、これは、数式で書くと、N のファクトリアルの M のファクトリアルの N つ M のファクトリアル。これは高校でやってるはずですね。これは、これは古いのかな ごめん。こういう書き方もあるんです。単に、だから公開、僕が書いてたら、ああ、昔の人だなと思って、N choose M と一緒だと思ってください。同じです。だから、さっきの N choose M と同じ記号だと思ってください。で、二項分布の場合には、サイコロを M 個振って、こうね、P の、M で、N 個が与えられて、μ の値。で、μ の値が与えられているときには、その一個一個に対してなので、μ の m 乗と1-μ の n-m 乗。これは、一個一個の確率ね。m 個が、表で、n-m 個が裏を出ている。それで、どれが、倍の数をかけて、その m 個のうち、どの m 個でもいいので、その倍の数で nm、もしくは n チューズ n をかける。これ二項分布になるでしょ？ね。これ二項分布ね。今この説明をしたのね。この説明をしたと。で、これは、N っていうのはまあパラメ、あの、回数なのでまあいいですが、μ という知らないものが与えられたときに、m 個表で出てくる。これはデータですね。データ。データ m 個出てくる。なので、ライクリフッドに対応しますね。ね。なので、今これをやったのは、これ、ベルヌーイのこれの和を取るとこうなるっていうのを書いてるだけですが、一個一個のうちの、この中で、M 個の、X1 のうち、M、和を取ると M 個になる場合っていうのは、N choose M だけある。で、これもいいエクササイズというか、ちょっとこういう数式になれるのに、こういう、二項分、バイノミアルディストリビューションが与えられたときに、この平均値が nμ になって、分散が nμ の1引く μ になるというのも、まあ、やってみてください。そんなに難しくない。二項分、二項分って、この二項係数、なんていうんだっけ？二項係数って言うんだっけ？二項係数の性質を知っていれば、そんなに難しくないです。まあ、これも、まあ、5分、10分でできる話、5分ぐらいでできると思うので、まあやってみてください。で、今言ってるの、この、ベルヌーイディストリビューション。英語で言うとこれ、英語でね、ベヌーリーって言うんだよね。ベヌーリーって言うと、向こうの人がベヌーリーって言ってたのがね、何言ってるかわかんなくてね、全然何言ってるかわかん、何それって言ったら、書いてもらったらこれだったっていうのがありましたね。あとは、電気回路でキルヒホフの法則ってあるじゃないですか。この電流が保存される、ただそんだけの法則。キルヒホフの法則ってあるでしょ？あれね、英語だとね、カーチョフっていうのね。まあなんかちょっと余談になりますけど、ちょっと時間がかかるんだけど、こうなんだけど、キルヒホフ。アホ、ホフかな？確か、こんなん。これを、カーチョフなんですよね、英語で。英語で読むとカーチョフ。カーチョフの定理ですね。何度聞いてもわかんないです。書いてみたら、あ、キルヒホフのことっていうのがありましたね。あとはね、これ神経科学の、解剖学者の話で、僕はちょっと脳の話をするんだけども、これ日本語だと、まあ、カタカナで言うと、ブルーキー、プルキンエって言うんですね。日本語だとこれプルキンエ細胞って、小脳にあるプルキンエ細胞を見つけた、チェコの解剖学者プルキンエって言うんだけど、英語だとパッケージエって言うんですね。全然わかんないですね。パッケージエとか言われて、誰それって感じですよね。だからみんなカタカナで学ぶと、
日本語で学ぶと、僕みたいに日本語で学ぶと、これヒルスポークですね。ヒルスポークがハートになるし、フルキンはパッキンジェルって言いますし、何してるかわかんないですね。まあ、それでもスペルがわかれば最終的にはわかるので、カタカナで勉強せずに英語の本を読みましょう。まあ、余談ですが、カーチョフ、ベルヌイはベルヌイね、ベルヌイはベヌーリかな。僕も英語の発音がダメなので、あんまり人のこと言えませんが。まあ、英語の本を読みましょう。で、この、ベルヌイディストリビューションか、バイノミアルディストリビューションっていうのは、これ、ライクリフットなわけですよね。で、ここでさっきの話に戻って、ライクリフットが与えられたときに、プライヤーを決めたいわけですよ。コンジュゲートプライヤーを。ライクリフットが与えられて、で、ライクリフットっていうのは、これも、物理的要請で、この形になって決まるじゃないですか。で、プライヤーっていうのは自分の事前知識だから自分で関数形を好きに決めていいんですよ。これは観測過程だから物理過程によって、これなんか振ったらこれ出てくるっていうのはこれ自然なモデル化ですよね。だからこれ、表が出るかっていうのを書いてるだけでしょ。それでこれ表が出るかに倍の数かけてるだけでしょ。だからこのライクリフットっていうのは生成過程なので関数形が決まっていることが多い。ね。だって何回、そうでしょ？これ、表か裏かしかないんだもん。こうしか書けないじゃん。で、だけど、プライヤーっていうのは、我々の信念だから、ある程度、便利なように取っていいわけ。便利なように取っていいっていうのが、一つはコンジュゲートプライヤーなんです。同じ形に戻るっていうことね。そうすると、今これを見てみると、μ。わかんないのが μ でしたね。わかんないのが μ。で、μ と1引く μ の積になってるよね。μ と1引く μ の積になってるじゃないですか。それの形をしているような分布は何ですかって探すと、ベータ分布になってる。ベータ分布って、いきなり言われるとわかんないかもしれないけど、ここのガンマ関数っていうのは、この a と b が与えられた時のノーマリゼーション。これ μ に対して積分して1にならないといけないよね。なんで、ここは、ここのところは、幾何学科の係数なので、とりあえず、忘れると、μ の a 引く1、1引く μ の b 引く1。で、もし a と b が1だったとすると、a と b って好きに選べるものなんですよ。a と b が1だったとすると、ここが0、ここが0なので、μ に対してフラットな関数になりますよね。で、もし、後で出てくるのかな？次で出てくるのか。イメージをつかむためにこうすると、この A、B っていうのが最初我々の事前知識なんです。ね。そうすると、ここの係数は忘れていいって言いましたね。μ の A と1引く μ ね。で、この全体の幾何学科の係数は忘れると、μ のとこにかかっ、μ の指数が A 引く1、1引く μ のところが B 引く1になる。そうすると、A が2、例えば A と B が両方1だったとすると、フラットになるよね。0、0と。で、A が2で B が3だったとすると、それを書いてみると、こうなっていて、これはどういうことかっていうと、これ2だから、これ2だと、これが A 引く1が1になりますね。で、B 引く1が2になりますね。そうすると、これは1個引くと、表が1回出て、裏が2回出たことに対応しますね。引く1になってるから。ここ引く1、引く1すると、引く1、引く1があるでしょ？そうすると、これは、表が1回出て、裏が2回出たことに対応すると、そうすると、μ の、事前分布っていうのは、だいたい、0.3ぐらいのピークになるじゃないですか。0.3までにならないけど。こっちのピークになるじゃないですか。これ、だから、裏の回数の方が、多いんだから、0.5よりちっちゃいよね。で、こっちで84だったとすると、表が7回出て、裏が3回出たんだから、だいたい、0.7ぐらいのところに行くよね。だってこれ、73だから10回のうち7回表が出てるってことは、だいたいこれ0.7ぐらいのところにピークが立つんです。で、回数を増やしていけば、そのピークがどんどん高くなっていくわけです。で、さっきの、これを見ると、これは、μ が、m が、表が m 回出てきて、裏が n-m 回出てきたときの確率じゃないです
それと、この関数形を見ると、これが表が出てきた回数、これが裏が出てきた回数に対応するわけです。関数形一緒でしょ？そうすると関数、これと、で、これをプライヤーに取れば、この μ のなんちゃら、1-μ のなんちゃらっていうのが likelihood で、μ のなんちゃら、μ の1-μ のなんちゃらっていうのが、1-μ のなんちゃらっていうのが、同じ関数じゃないですか。だから、これはとっても簡単で、細かいことを忘れると、その数式がね、ベータ関数とか、ガンマ関数とかで、わかりにくいんだけど、プライヤーが、プライヤーね、プライヤーが、本当はベータの関数で、ベータの AB という関数なんだよね。で、これが、係数を忘れると、μ の A-1 乗の、1-μ の、B-1 乗。で、前に、ガンマ関数が書かれてる。これぐらいでいいよね。で、likelihood が、これは、バイノミアルの、M にしましょうか。の微分、μ にしましょう。そうなっていうのが、係数を忘れると、μ の M 乗の、1-μ の、N-M になる。ね。それで、これとこれを掛け算したのがポステリアになるんです。ポステリアっていうのは、これ、ベータの A、B と、バイノミアルの M の μ というのを掛けると、これは係数を忘れると、μ の、M 足す A、1-μ の、N-M 足す B1 になる。ね。そうすると、ここを見ると、ここの係数だけ見ると、これはベータの M 足す A と、N-M 足す B にアップデートされる。でしょ？だってわかりにくい。言ってることわかる？そうすると、もともと我々事前知識で A と B っていう組だったのが、A と B っていう組だったのが、この実験データの M っていうのを与えられることによって、実験データの M と N ですね。何回振ったうちの M って言ってたか、N と M が与えられたとすると、この実験データにより、M 足す A、N-M 足す B にアップデートして、それで今、NM っていうのが与えられたと。で、同じことをもう一回やって、今度は、サイコロを振って、同じコインを持ってきて、今度は N プライムと M プライムが出たとしましょう。同じ、μ のやつを持ってきて、N プライム回振りで、M プライム回の表が出たとすると、これは M 足す M プライムプラス A の N-M 足す N プライム M プライムプラス B になるでしょ？そうすると、アップデートがすごい簡単になるじゃないですか。だから、事前分布と、ライクリフットが同じ関数をしていけば、ここにもちろん係数がかかってめんどくさいんだけど、このかん、ここだ、我々ミューだけ気にすればいいよね。ミューだけ気にすれば、これとこれかけたら、これとこれかけたら、A たす、M たす、A 引く1になるでしょ？これだったら、N-M たす、B 引く1になるでしょ？ここの係数だけアップデートすればいいわけですよ。そうすると、我々は、こう、最初 A、B で、最初こうやって、最初、これはぼんやりしてたのが、こうやって、0から1、μ っていうのは0から1で、こうやって、こういうぼんやりした分布をしてたのが、このデータがあることによって、このサイコロは、こんな風になっていって、それでもっと実験をやっていくと、こんな風なピークになっていくと予想されるよね。最初はだから事前分布で、ぼんやりして0から1で、まあ真ん中ぐらいが大きいけど端っこ少ないかな、みたいな、あんまり、自信がなかったのが、これが与えられると、0.7ぐらいかな、とか、これだと0.8にピークがあるよね。もっとやればもっと高くなるはずだよね。で、それが、
これでプライヤーね。こうね、これを見ていくと、N と M の個数が、A と B、A と B を見て、A と B で、これだと1回表で裏が2回っていう解釈だったよね。引くから。そうすると、なんかまあ、フラットよりはちょっとぼんやりだけど、まだ広いよね。で、これは A が8回で B が4回。だから、表が7回で裏が3回っていう解釈だから、0.7ぐらいの確率だと思うんだけど、そうすると、ここら辺って、ピーク立つけど、これよりも回数が高いから、分布が狭くなって高くなってますね。っていうことは、それは回数を繰り返せば、同じ、例えば3割、3割、7割表に出たって言っても、それを10回のうちの7割と1000回の7割って違いますよね。もう1000回でやったらもっともっと高くなるはずです。それを書いてみてください。ね。そうすると、我々だから、同じ高7割出ましたって言っても、それはもともと、ね、100回やってるの時と、10回やってる時と、1万回やってる時は違うわけですよね。そうすると、回数が高くなる、こっちに比べてこっちの方が、より分布が狭く高くなってるでしょ？我々、だから、より不確定性が減ったわけです。ね。で、これをやっていくと、実験を、どんどん繰り返していくと、その、パラメータ、この A と B のパラメータを、アップデートしていく。その図がここにあるかな。こうすると、M 回表が出て、L 回裏が出たとすると、この A と B を、この M と L を足していけばいいわけですよね。そうすると、パラメータが A と B が最初だったので、さっき M と N-M って書いてあるけど、こっちだと、表が M で、M 回で、裏が N 回出てきたっていう書き方かな。って書き方をします。で、実験データ、M 回表が出て、裏が L 回出たと。しましょう。そうすると、これはパラメータ A と B に、M と L を足せばいいだけになりますね。そうすると簡単でしょ。それを繰り返していけば、だからプライヤーがどん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 、アップデートされるわけです。そうすると、計算も簡単だし、概念も簡単だし。だから、それはなんでこの計算が簡単になったかっていうと、プライヤーとポステリアが同じ形になるように、事前分布の形を取った。それをコンジュゲートプライヤーにし。コンジュゲートプライヤーにすると、こういうふうに計算が簡単になるし、計算が簡単になるに、しから繰り返しができるわけですよね。さっきの、これか。さっきの繰り返しで、こっからここに行くの、こっからここに行くのも同じ形で、それを繰り返していけば、これをプライヤーにすれば、これを繰り返すれば、どんどんそれが、繰り返していけば、今度は、また出た回数を足していけばいいわけですよね。そうすると、同じ形が繰り返していけば、計算が簡単だし、この場合は特に簡単で足していけばいいだけでしょ。それをコンジュゲートプライヤーと言って、コンジュゲートプライヤーっていうのは自分でベイズの繰り返しの計算がうまくいくように、プライヤーを取りましょう。ね。ライクリフットの形は物理的要請で決まってしまうから自分で、いじる自由度があんまりないんだけど、プライヤーは自分の信念じゃないですか。自分の信念っていうのは自分である程度好きに決めていいんですよ。それを便利な形に取ろうっていうのが、数学的に便利な形、繰り返しができるように、で、プライヤーとポステリアが同じ形になるように、プライヤーの形を決めましょうっていうのが、コンジュゲートプライヤーの。ね。それが、この話ですね。で、ここに書いてあるけど、バイノミアルディストリビューションとベータディストリビューションを掛け算すると、ベータディストリビューションに戻る。これがライクリフットで、これがプライヤーだと、ポステリアも同じベータ分布に戻る。ということで、とっても便利になっています。これ一番簡単な例で、一番わかりやすいんですが、まあ、途中の計算ね、ここら辺エクササイズの2.5とかに出てたと思うので、ガンマ関数って何ですかっていうのと、これが、ガンマ関数っていうのはこういう積分で定義されます。で、これが、ガンマ関数とベータ関数っていうのはこういう関係にあって、そこはテクニカルな話なので宿題にしますが、これが積分して、ミューが0から、ミューは今0から1の値と、0から1を積分したら、この値が1に、このベータ分布を、0から1まで積分したら、1にならないといけませんね、ミューに関して。
どんな A に対して、A と B に対して、A と B を定数として、μ に対して積分したら、すべての μ の、の取り得る値の範囲を0から1で積分したら、これ、確率なんで1にならないといけないじゃないですか。そうすると、ここのとこに、この係数がないと、これが確率が1にならない。で、ガンマ関数っていうのはこう定義されていて、ベータ関数っていうのはこれで定義されていて、確率、これが積分して1になるっていうのを、ガンマ関数の定義と、ベータ関数の定義を使って示してくださいっていうのが確かエクササイズの2.5だったと思いますので、うちに帰って、これの積分をして、ベータ関数とかガンマ関数の定義を見て、これが積分したら、μ に関して積分したら1になるっていうのを確認してください。ね、答えはどっかによってると思いますし、ちょっとめんどくさいんだけど、やれば、またノートでやってるとちょっと時間がかかるんで、やりませんが、いいですね。やっといてください。で、このベータ分布の平均がこうであるっていうこととか、分散がこうであるっていうのも、モードっていうのはなんかわかる？モード。分布が与えられた時に平均と分散はいいよね。モードは？モードって何？確率分布が与えられ、確率分布、確率密度関数が与えられた時にモードって何？モードっていうのは、まあ知らなければ言いましょう。モードっていうのは、この確率密度関数が与えられた時の最大値を取るところです。このピークのところ。これモードって言います。これ言わないんだっけ？モードって。モードって多分どっかで言わない。多分平均値、このピークが平均値とは限らないわけですよね。で、分散はこの幅でしょ？幅、大体幅でしょ？で、平均値の2乗の期待値を取るんだよね。で、平均値はこの X かけて期待値は分布である。で、モードっていうのはこのピークの値になって、必ずしも、ガウシアンみたいに対称の形をしてると、そのピークの位置とモード、平均値とモードは一緒になりますけど、一般的に一緒にならない。最頻値っていうの？最頻値。最頻値。最頻値。かもね。英語しか知らないんだけど、僕はこういうの英語の本しか読んでない。皆さんの教科書は僕は読んでないのが悪いんですが、まあめんどくさいんだもん。はい。はい。確率、密度。積分したら1になるから、別にこういう連続の場合には0以上になってもいいでしょ？あ、0じゃなくて1以上になってもいいでしょ？うん。これ確率、密度の値です。だからこれの値。これの値を書いてる。ね。はい。だから積分したら1になったらいいわけです。これが。はい。じゃあ、そうですね。そっか。これでどうかな。それで、こうかな。まあ、さっきの話になりますが、イメージとしては、プライヤーがこういうふうな、ボコーってしてて、表と裏、まあ0.5ぐらいね、ピークなんだけど、広いと。それで表が1回出たとすると、ちょっと上がる。ちょっと上がってちょっと狭くなる。ね。で、これがいっぱいあれば1回あるほど狭くなって、高くなって、我々の確信がどんどん増えていくわけですね。あと10分ぐらいでやめようかな。疲れてきたね。どうしようかな。多項式のとこもやって、多項式のとこをちゃちゃっと説明して終わりにしようか。それも一緒ですけど、あと、エクササイズの2.2とかは、0、1じゃなくて、バイナリがマイナス1と1だったら、分布が、確率変数がこうなりますよ。それを示せとか、これ簡単ですね。あと、二項係数、二項の、これ、N チューズ M って読み替えて、それはこういう関係がありますっていうのを示しなさいとか、あと、これ何でしたっけね。これは、あ、そうですね。これそうですね。この積分がこの値になるから、この逆数をかければベータ分布になるってやつですね。これを示しなさいっていうのは2.5ですね。なんで、これを、自分で納得いくように、解いてみてください。これもそうね。これもやってくださいってやつね。これもちょっと計算してみてください。じゃあ、あと5分ぐらいで、これも一緒なんですよ。マルチノミアルディストリビューションっていうのは、さっき、コインが表か裏しか出なかった場合があるけども、ワンオーバー K コーディングという考え方があって、
One of the four. これなんか記号なんですが、X というベクトルがあって、今 K が2の場合、表か裏の場合には、1、0、4は0、1。表が出たら1、1、0って書いて、裏が出たら0、1って書く。2通りしかない場合。ね、サイコロの場合に6面があったとしたら、K イコール6の場合には、X イコール1、0、0、0、0、0、これ6個？ 6 個あるの？の、0、1、0、0、0、0。これが6個あって、0、0、0、0、1。あ、すいません。0、0、0、1。こんな風に。だからまあ、6個あるわけですよね。どれか、これは、サイコロの目の1が出た、サイコロの目が2が出た、サイコロの目が、6が出た。ね。それを、one of k コーディング。k の可能性がある。この場合、6個の可能性がある。うちの1つが1になってる。というような、方法で書きましょうっていうのは、one of k コーディングです。変数をどう書くかですね。とすると、こういう書き方をしますと、マルチノミアルディストリビューションっていうのは、xk っていうのは、μ k っていうのは、サイコロの例で言うと、6あります。6にしますか。これを6にすると、1番目の、サイコロの目が出るのが μ の1。2番目が μ の2、μ の3、μ の4になるので、それのどれかが1なので、1番目の時に出た時は、これは μ1 になるよね。2番目が出たら μ2 になるよね。3番目が出たら μ3 になる。だからこれ、さっきの、これをやってるとこの時間が終わらない気がするね。この式ね。この式を見てもらうと、この式を思い出してもらうと、まあ、ちょっとこれぐらいを説明して終わりにしてもいいかな。また来週やってもいいですが、μ の、x の、1引く μ の、1引く x。って書いてもいいんだけど、これを μ の1の x1 かける μ の2の x2 で、μ の1たすは μ で、μ2 が1引く μ って書いてもいいんだよね。もしくは μ1 たす μ2 が足して1になりましょう。それで、今、x1 っていうのが、1だったらこっちになるし、x2 だったら1になる。あ、これは、x 1個しかなくて、それは2通りしかないから 1-x って書いてあるんだけど、それを2個に分けたり。それを 1 of k コーディングで同じことをすると、コーディングすると、μ1 の x1、μ2 の x2、μk の xk。これを、プロダクトの k イコール1から k の μk の xk。だからさっきのやつの拡張になるわけですね。でしょ？これだからこの、今2通りしかなかったのを、コインの表裏しかやってなかったのを、サイコロの目が6個の場合に拡張してると思ったらいいね。で、μ っていうのは、μ の1から k っていうのはどれかの確率だから、μ の k の和というのは k イコール1から k の和っていうのは必ず1にならない。で、これぐらい説明して終わりにしよっかな。10分ぐらいだけどいいや。それで、まあ、こういう表現ができて、こういう表現ができて、こうか。こういう表現が、これね、これがだから、ワンオーバーケーリングでこういうふうに書けると。で、今度は、N 個のサイコロを振って、1番目の目が出たのが M1、2番目の、M1 回、2番目、2の目が出たのが M2 回、点点点。で、K、サイコロじゃ K じゃないけど、K の目が出たのは、MK 回あったとしましょう。そうすると、これが、
場合の数になりますね。さっきの、場合の数、エントロピーで説明した場合の数になります。それに、確率のところをかけましょう。そうすると、この μ のなんとか乗みたいな形をしている、これ μ のなんとか乗の、この μ の1のなんとか乗、μ の2のなんとか乗、μ のなんとか3のなんとか乗みたいな形をしているような、関数形があれば、それは、コンジュゲートプライヤーになるわけですね。で、そんな都合のいいのがあるかっていうと、あって、それが、ディリクレ分布っていうのがあります。ディリクレ分布っていうのがあって、それが μ1 の、アルファという係数が、アルファの1から K まで、さっきの A と B があったね。A と B があったんだけど、それに引く1を定義してましたね。それと同じで、これもアルファの1、2、3、4のアルファの K 個のパラメータに、引く1を、やって、ここも、ガンマ関数が出てますが、これも同じように、ノーマリゼーションファクターになっています。これもノーマリゼーションファクターがこうなっているというのもエクササイズ2.9なので解いてみてください。そうすると、これも同じで、アルファがプライヤー。さっき A と B って2つがあったんだけど、今度 K 個の、パラメータがあります。それで、今度は M の1と M の2が与えられたとすると、今度はアルファというのが、それぞれアルファプラス M にアップデートされるんですね。さっきと一緒ですね。そうすると、それは何でかっていうと、この形と、このプライヤーの形と、ライクリフットの形。まあ、ライクリフットの形があるから、このプライヤーの形を取ったってことですよね。そうすると、こういうふうに選べば、ポステリアも同じ形になって、同じ計算ができるし、パラメーターもアルファをアルファプラス M にアップデートするだけで、このポステリアの計算が簡単になりますよね。で、ここの、まあ、ノーマリゼーションのファクターはあるけど、この掛け算の計算が、この足し算の計算、アルファをアルファプラス M にするという足し算の計算になるよね。それが簡単になる。というのがディリクレです。これをまあもうちょっと次回やって、それでガウシアンのところはちょっとヘビーなので、もう終わりにして、あと10分来てるので、まあいいかな。まあ聞いてる人は疲れてると思うので、ここまでで質問があれば。じゃあ、一応なんかマルチノミアルのところをちょっと駆け足だったので、もうちょっと次週やって、ガウシアンに入って、2章終わるといいぐらいかね、ということなので、皆さん2.3、2.3はね、結構計算がヘビーなので、予習をできたらしてきてください。2.3、2.4、2.5ぐらい、ちょっと長いけど予習してきてください。わかんなくてもこういう話があるんだって予習しておくのは大事です。ので予習してきてください。もし、質問がないようでしたら、今日はこの辺で終わりにしますが、どうでしょうか。まあ、授業とかレポートに対する心構えみたいなのは伝えたので、まあ、皆さんが勉強しようと思ってくれるとありがたいと思っています。で、もし質問がなければ終わりにします。